シャレのつもりはなかったんだけど、ごめんなさい。何その顔、みやこ。もうずるい。キュートすぎる。そんな目ちっちゃくできるんだ、お前。いや、別に謝らんでも。なんかペース乱されるな。ヨイチとミヤコの組み合わせ怖いな。テンションの振れ幅も全然違うしな。真面目だな、九条さん。九条だけに。いや、どこがどこがどことかけてあんの。九条だけに。九条だけに。そういうとこ真面目だっつってんだよ。適当だぞ、このヨイチのことだし。にしても、ほえの言い方可愛かったな。なるほど。ハテナはああいう風に言うのか、ミヤコ。あんま真剣に考えなくていい。こいつの話は9割適当だから。失礼だな、10割だよ。なんで上行くんだよ。下回ってほしくなかったの。よくわかんねえ生態してんだこいつ。ほら、もう主人公のあいづちずっと適当。早く公園行こうぜ。なんでこんな肛門前でトークし始める。その残念な人を見る目やめて。優しい表情が逆に刺さるよ。僕たちのノリについて来られなくて、九条さんが引いてる。立ちっていうのやめて。主人公も乗っかってきてないから、引いてるから。お前のな。お前のだけな。妙な雰囲気を漂わせながら、目的地へと向かう。やっとか。長えな。道中、与一が喋り続け、時折俺が気の抜けた相槌を打ち、九条はあまり話さなかった。もう完全関わっちゃいけない人間だと思われてる。おい、ヨイチ、てめえのせいだぞ。なんかもうちょっと、気さくに話しかけなさいよ。ちょっと遠くないよ。キテレツすぎたって。ノリについていけないわけではなく、あ、わけではなく、え、なに、チャリ乗りてえなって。立ちこぎで、たまに後ろ向きにペダルこいだりとかして、スピード調整すれば、チャリに乗れるんじゃないか。どうも、考え事をしてるみたいだ。あ、オカルト都やだよ、そのモード。ちょっと怖いもん、この人。なんか石像関連で、思い当たる節があんの？もしかして地蔵様壊した妙にピリピリしてる気がする。昨日話していた例の心霊現象のせいか。え、取り憑かれてる。なんなら成り代わられてる。ダークギャザリング、これ最近更新された俺の大好きなアニメ。それとも石像に心当たりがあったりするんだろうか。絶対あるよね、心当たりは。もう気になるとかじゃなくて、やっと自分の目で確認できるっていう感じのテンションだもんね。まあそれももうすぐわかる。あれかな、バカひれえなこの公園。どんな距離感でベンチ置いてんの。この公園だけでベンチ何個設置してんの。公園にたどり着き、ヨイチが指を指す。なんか BGM 止まったの怖いな。なんかホラー調の石像のアートとかやめてね、さすがに。まあ、制服姿の現役高校生の石像っていうタイトルだったら、そんなホラー調になることはないんだろうけど。うわ、思った以上に。え、なになになに、リアルリアルってこと。やばいよやばいよって。出川哲郎さん出ちゃう？ねえ。顔がホラーすぎる。なんでそんな雲の表情を浮かべるの。しかもスマホまで持ってんじゃん。なんかロゴ汚ねえし。現代アートすぎるだろ、これはさすがに。でも、ヨイチの目論見通りパンツは見られそうだね。こんな無防備に、思ったよりもスカート短かったな。リアルな石像がベンチに座っていた。この様子だとベンチに一体化してるって感じはなさそうだよね。こんなベンチの角度とか、綺麗に計算して石像って作れるもんなの。なんかまるで生きていた人間をそのまま石化させたみたいになってない？女学生の石像。確かにこの制服は見たことがある。結構可愛い子っぽいんだが。可愛いか？クモの表情のせいかわかんないけど、全然可愛いと思えない。もう怖い異色なんだけど。苦しそうな顔。やめて、そういうの。解釈一致すんの怖すぎるってさすがに。だよね、これ苦しそうだよね。だな。なんかもうパンツとかそういう話題を連れてきにくくなるぐらいリアルでホラーなんだけど。ヨイチのテンション気になるよ。ド素人の俺でもビビるくらいに成功なのに、他に見物人がいないのはこの不気味さのせいだろう。もう夜絶対この公園行きたくないね。歩いてるかもしれん。なんか学校の階段みたいになり始めてるって。ベンチに腰掛け、片手にはスマホ。もう雰囲気ぶち壊すな。学校の階段つってんだからスマホはやめてほしいわ、さすがに。せめてポケベルにして。ただ、ここで休憩してるというようないでたちだが、その表情は雲に満ちていた。確かにベンチに座っていて、なんでこんな表情してんだろうね。もしかしてアナルになんか刺さってる。あるよね、たまに。椅子に転生しちゃった俺が、女の子のおまんこにズコバコしちゃったみたいな感じのエロタイトル。だからかな。可愛い子っぽいなんて表現になったのもそのせいで、ずっと見ていたいようなものではない。何か、底知れない恐怖すら感じる。まあ、現代アートって結構抽象画というか、見てる人の気持ち次第で、その作品の色が変わるってよく言うからね。今現在3人寄ってるけど、3人とも同じような思考回路してんのかな。あの、お調子者のヨイチが喋らないのが気になるんだけど。考える人ならぬ、苦しむ人、みたいな。あ、思ってるいつも通りのテンションだった。これで、あ、ごめん。まさかパンツを見ようと思っていた女の子が、こんなに苦しそうなんて思わなかったとか、
のたうち回ってたらうざかったのに。何の目的でこんなところに。ラボ、じゃねえや、アトリエ、そういうところに飾ればいいのに。アトリエじゃ見るのは自分一人になっちゃうからね。怖かったんじゃない作っといて何なんだよって感じだけど、やっぱ芸術家のエゴたるもの、自分一人で満足するんじゃなく、周りに評価されて承認欲求を満たしていきたいんでしょ。9つ9日9色。最後まで9をご視聴いただきありがとうございました。この動画が気に入ってくださった視聴者さんは、左側にある投稿したてのほやほやの最新動画や AI ガチャでランダムに選ばれたおすすめ動画をまさぐってください。この9の実況を途中から見始めてくださった視聴者さんは、パート1から最新動画まで一気見できる再生リストをまさぐってください。いろんなエロゲの実況を数多く投稿しているので、推しを見つけたい視聴者さんは画面中央のレネをまさぐってチャンネル登録していただき、お気に入りのヒロインを探してみてください。見つかったらこっそり教えてね。また出会える時を楽しみにしてます。バイバーイ。